はい、えー。冒険家の皆さん、こんにちは。えー、と、このビデオでは、そのカフートというあのクイズ形式の、えー、授業ができる、そういうアプリを、えー、学習者としてどのように体験できるかということをご紹介したいと思います。えっ、ー、と、まずこちらに画面が2つありますが、えー、あ、これ、教室のあれレイアウトですね。で、えー、ここに時計があって、下の方に椅子があります。で、えー、こちらに見えているのが、 えー、o o m で共有したり、あるいは教室のスクリーンで見せる画面です。で、こちらの左側にあるのは、えー、っと、学習者が自分の手元で持っている、こういう、あのー、スマホですね。スマホでどういうふうに見えるか、どのように操作するか、ということをご紹介します。えー、っと、これはゲームオブスローンズという、あのー、テレビドラマの、あのー、に、その内容に関するクイズですね。4問の質問があります。 こうやって、あの、プレイのボタンを押して押すと、えー、こういうふうにバックグラウンドで映像を動かすことができます。で、今、皆さんはこちらにゲームの PIA のピンコードがありますから、えー、皆さんというか、学習者ですね。これは、えー、あのー、こ、これをここに入れるわけです。えー、ちょっと待ってくださいね。で、あ、もう今ですね、この tja という人が選択したというのがわかります。で、こちらも、えー、っと、 入れてみましょう。563?563?6793?6793 ですね。はい。それで入力して、えー、名前を入れることになります、えー。ここではまあ、プーというふうに入れておきましょう。そうすると今ここにプーというのが出てきましたね。で、今2名あります。まあこの2名でスタートしてみたいと思います。はい。えっ、ー、と、 しますがこちら側は教室のスクリーンにみ,みんなで見るス,あのスクリーンですねで。こちらは学習者が手元の,あの手元で持っているスマホの操作ということになります。では、このスタートを押します。はい、ゲームオブスローンズ。え秒読みが始まっていますね。はい、え本当の主役は誰という質問が、えー、とこの後出てきますね。えーと 本当の主役は誰で、心が、あの、選択肢がこういうふうに4つあるわけです。はい。えっ、ー、と、最初はネッド・スタークに見えるんですけど、でも実は、あの、あもう一人で誰かを抱えてますね。えー、そうじゃないというのが後で分かってくるので、ジョン・スノーでやってみましょう。あ、間違えちゃった。こっち。こっち。あ、間に合わなかった。<laughs> すいません。間に合いませんでした。はい。ジョン・スノーだったんですけどね。はい。えっ、ー、と、はい。じゃこれが、あの、今1問目が終わったところです。 今間違えて僕は自分の、あの、こちらの、えー、教師側のところをクリックしてしまったんですけど、学習者として答えると時はもちろんこちらですね。こちらをクリックしなければいけませんね。はい。えー、次です。あ、今ランキングで、えー、っと、あ、知者も僕も両方とも点数が取れなかったということですね。はい。えー、っと、はい、この俳優の名前は、はい、えー、っと、この人は、まあ、有名な、えー、っと、ショーンですね。 ちなみに役の名前は正面、ションネット、ネット・スターク。はい。あ、まだこっちこっちを押すんですね。こっち。はい。はい。えー、今は二人とも正解だったということがここでわかります。はい。これで点数が入るわけですね。あ、なんでかっていうと、今こっちの方が点数が高いですけど、それはその、あのーえー、時間差があったからですね。えー プーの後で知ゃさんが回答したので、その分点数が低くなります。はい、じゃあ次です。現在放映中なのは何シーズン目ですかえっ、ー、と、答えは、えっ、ー、とですね、本当は8シーズンで終わったんですけども、今はすでに終わっあの放送終了しているので、正解は緑ですね。でも、ここをクリックするんじゃなくて、えー、こちらをクリックしますね。はい。はい、二人とも正解でした。 はい。今、ちっちゃさんが、えっ、ー、と、逆転しましたね。なんでかというと、スピードが速かったからです。はい。じゃ次は、もう3問目だっけ、えー、?4 問目ですね。次ね。はい。最後の問題です。これが。制作している会社は、えー、HBO なので、こちらをつけます。はい。えー、で、NHK とこの辺に答えた人は間違えているわけですね。正解は HBO。 それで、あの、全部の問題が終わると、こういうふうにあの、表彰台が出てきます。え2人しかいないので、3位は誰もいませんね。で、2位はこの人。そして1位が、えー、はい、ということになります。はい、以上です。では、冒険は続きます。